はいどうもライラックスの深夜です。今回はですね、アメリカの銃器メーカー BCM の公認ライセンスエアソフトガン BCM エアのご紹介をしたいと思います。まあ、BCM といえばですね、まあ、名だたる法執行機関とかに卸されている、まあ、超有名メーカーになりますので、ご存知の方もいると思うんですけども、正式名称はブラボーカンパニーマニファクチャーリングという、まあ、2005年にですね、元海兵隊員によって設立された AR 関係のアクセサリーを手掛けている会社になります。ミルスペック基準の、まあ、軍基準の耐久性を持つようなパーツとかの、ね、入手が難しい、まあ、民間の軍事会社ですとか、あの法執行機関などをサポートすることを目的に、まあ、いろいろな精度の高いパーツを提供することで有名なメーカー様でございます。またですね、グリーンベレーですとかネイビーシールズといった名だたる特殊部隊の元隊員たちによって結成されたガンファイターズというですね、まあ、インストラクターなどを行っている集団と提携しておりまして、まあ、そのガンファイターズによるテストですとかアドバイスとかをまあ取り入れて理にかなった製品を生み出しているというのが特徴になります。その中でもですね、ボルトキャリアに関しては特にまあ業界の中でもまあ精度がいいと定評があるものを作っているそうでございます。そんな BCM のまあ公認ライセンスである BCM 電動ガンなんですけども、ライラックスでも取り扱わせていただいておりまして、電動ガンのラインナップとしてはこちらの8インチのもので、こちら 11.5 インチの2種類のものがございます。こちらですね、細身の MCMR と呼ばれるタイプのハンドガードですとか、モッドワンストックと言われる、まあ、BCM を象徴するストックですね、まあ、その他パーツのところどころにですね、まあ、刻印であったりとか、もう実際の実銃のパーツさながらではないのかというぐらいリアルなパーツで構成されているという、まあ、特徴的な一定となっております。またですね、なんといっても最大の特徴としては電子トリガーのゲートのアスターが最初から組み込まれているというモデルになります。プリコックの設定などはもちろんなんですけども、その他にもですね、3点バーストですとか5点バーストの設定ですとか、アクティブブレーキ、その他にもバッテリーの保護機能などの、まあ、便利機能が搭載されております。まあ、なんといってもですね、サバゲーで魅力的なのはプリコックの機能だと思うんですけども、まあ、プリコックというのはですね、まあ、簡単に言うと中の空気を押し出すピストンをあらかじめ引いた状態、後退した状態で保持することで、トリガーを引いてから BB 弾が発射されるまでの、まあ、タイムラグをできる限り少なくするという機能になります。まあ、極端な言い方になるんですけども、通常の場合だとトリガー引いてからウィンパンウィンパンって感じなんですけども、プリコックの場合はトリガー引いたパンウィンパンウィンパンウィンみたいな、これ伝わってます伝わってます、まあ、プリコックした場合はもうすぐに発射ができるという感じになります。実際に操作をしてみたいと思います。安全のためにですね、まあ、マガジンは抜いてチャンバーに BB 弾が入ってない状態でやってみたいと思います。はい、というわけでバッテリーを入れたものになるんですけども、今まだプリコックはしていない状態になっております。ちょっと実際に打ってみたいと思うんですけども、今が通常のモードになります。いきます。まあ、この状態でもゲートの電子トリガーなだけあって結構指にはついてくるんですけども、プリコック設定していきたいと思います。では実際に設定していきたいと思うんですけども、こちらセミの状態にしていただいて、トリガーを引いた状態にいたします。でその後2秒以内にですね、オートの方にセレクターを向けていただきます。でその時にビープ音が1回鳴ると思うんですけども、その後すぐにセミオートの方にもう一度セレクターを戻していただくと、今度は2回ブブーとなりますので、そうするとプリコックの設定が成功となります。じゃあ実際にちょっとやってみたいと思います。
じゃあまずトリガー引きっぱにしてオートに2秒以内ですぐに戻していただく。今ブーブーってなったんですけども、これでプリコックの設定が完了しております。で、最初の数発はちょっと内部の調整のために、まあ、プリコックにならない時もあるので、何発か、まあ、空打ちをしていただいてっていうのがいいかもしれません。打った瞬間に出るとパンウィンパンウィンっていうのが今中でまさに行われております。これがプリコックのレスポンスとなります。このプリコック設定なんですけどね、かなりいい設定なんですけども、1個注意点として、あのピストンが後退した状態を保持されてしまうので、スプリングがそのままだと弱くなっちゃったり、ちょっとへたっちゃったりするっていう注意点があります。プリコックで遊んだ後はこちらの解除をしていただければと思います。それでは実際にやってみたいと思います。まずセミオートにしてトリガーを引いて2秒以内にオートで、ビーポン1回になったのでトリガー離します。これで内部設定は解除されたので、こちらでフルオート数発、こちらでピストンスプリング解放されましたので、こういった感じにやっていただければと思います。その他に5点バーストですとか、そういったモードに設定とかもいろいろ変更ができます。詳しく設定方法を紹介した分かりやすい動画を別でご用意しておりますので、ぜひそちらの方で設定について見て実践していただければと思います。はい、というわけで、BCM エアーのこの電動ガンご紹介させていただいたんですけども、やっぱりね、見た目がもうかなりリアルで、さすが実銃メーカーのエアソフトブランドという感じではあるんですが、やっぱりね、電子トリガーの、まあ、ゲートのアスターが入っているので、サバゲーでもつんよい、もう超使いやすいエアガンになっております。もうかなりおすすめでございます。そんな BCM エアーの、こちらの電動ガンなんですけども、ライラックスオフィシャルサイトにて取り扱っておりますし、その他ですね、こういったリアルな刻印なども入った各パーツとかもございますので、ぜひチェックをしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。新商品やパーツ組み込み動画はこちら。And if you guys are looking for cool gameplay and entertainment content, don't forget to check out our international channel right here. Don't forget to subscribe! Yay!